バトルオペレーションセットイン。皆さんこんにちは、ロックマンエグゼアドバンスドコレクションディレクターの江口名人です。エグゾプライマルではさまざまなカプコンタイトルとのコラボを展開していて、その中でロックマンとコラボしたいと相談を受けました。本来ならエグゾプライマルの世界にロックマンが登場したらどうなるか、ファンが喜ぶ内容にできるかなど、開発チームといろいろ確認しながら検討するところですが、実は僕自身がエグゾプライマルの開発チームに所属していた時期があり、ゲームの内容もバッチリ分かっているので、ファンの期待に応えられるコラボができるだろうなと思って実現に至りました。まずはスキンですね。ロックマンシリーズにはたくさんのキャラクターが登場するので、どれをエグゾプライマルのスキンとして選ぶかは開発チームと一緒に悩みました。ガッツマンやゼロなども候補に上がりましたが、最終的にロックマン、エアーマン、イエローデビルの3体に決定しました。エグゾスーツのスキンとしての完成度はもちろん、エモートやデカール、チャームもロックマンファンの皆さんに満足していただけるものになっていると思います。そしてコラボミッションにボスとして登場するイエローデビル。イエローデビルの体をキューブ状に分裂させる動きや、足場から落ちたら即アウトのトゲ床など、これぞロックマンという原作の特徴をうまくエグゾプライマルで再現しているので、ぜひ楽しんでほしいです。さらにイエローデビル戦の BGM もこだわりが詰まった演出で、次元を超えてロックマンがエグゾプライマルの世界にやってきたという世界観が見事に表現されていますし、もちろん曲自体もめちゃめちゃかっこよくアレンジされているので、ご期待ください。2024年4月17日開始のシーズン4では、ロックマンシリーズとのコラボコンテンツはもちろん、バリアントベータシリーズのエグゾスーツが6体追加、新モード、タイムループリベリオン、カスタムマッチの追加など盛りだくさんの内容になっています。まだ遊んだことがないという方はぜひこれを機に手に取っていただければと思います。ロックマンのコラボミッションは4月19日から開始となります。正体不明の歯車を集めてイエローデビルとの戦いをお楽しみください。それでは名人でした。レッツマッシブ。